メキシコとのグループステージ第2戦、試合中、に声がかかったものの、ピッチサイドに立っている時にタイムアップの笛が鳴った、よう、クチャンスが巡ってきたのは、フランスとの、参戦の55分だった当初の18人の登録メンバーの、後に22人に変更、フィールドプレイヤーでさえ 遅い初出場となった。だが、そんな男が7月31日に、我ルニュージーランドとの準々決勝に向け、にわかに注目を集めている。オーバーエイジ。一人で、不動の右サイドバックである酒井。木が、出場停止のために欠場するからだ。心こ は、できています、坂井選手も僕を信用してく。テールというか常に準備をしておけよと言。出ているので、僕自身、問題ないと思いますに。ジーランド戦を2日後に控えた7月29日の目で。あたようで、橋岡大輝は落ち着いた表情でき。リと言った。もともとの本職はセンターバック。だが、 アカデミーからトップチームに昇格し、浦和レズでプロ2年目の2018年、3バックの右上、グバックとして定位置をつかんだ、1999年生まれだ、ラ、1997年生まれ以降の選手で構成される東京後、代表チームで年下の世代このチームに招集。 出た回数は決して多くなく、到落戦場の面、だったと言っていい。このままでは序列を、繰り返せない、そんな思いもあったのかも。出ない橋岡が一大決心を固めるのは、今年1月、ことだ。延期された東京五輪の開幕を半年後、控え、慣れ親しんだ浦和からベルギー一部の市。 と、トロイデンへの移籍を決めるのだ。よ。場はシーズンの真っ只中ポジションのほ。があるわけでもなく、試合に出られなければ、今日五輪出場がさらに遠のくにもかかわらず、ページ五輪が終わってからでいいんじゃと。れたが、